皆さん、こんにちは。今回は、歌舞伎役者の家柄に生まれ、後に映画やドラマの役者へと転身したよろずや金之助さんの人生について、詳しく振り返っていきたいと思います。よろずや金之助さんは歌舞伎の世界だけでなく、映画界でも活躍したいと考えるようになります。歌舞伎役者の家柄に生まれ、後に映画やドラマの役者へと転身したよろずや金之助さん。1954年、21歳で美空ひばりさんの相手役として映画「ひよどり草子」に出演して以来、役者人生は順風満帆でした。しかし、1982年の50歳の時に、個人事務所中村プロダクションが13億円の負債を抱えて倒産すると、その後は次々と不幸に見舞われるようになってしまいました。今回は改めてよろずや金之助さんのこれまでの活躍などを中心に振り返ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。映画俳優に転向して以来、長年トップスターとして走り続けてきたよろずや金之助さんですが、先ほども触れた通り、1982年の50歳の時に個人事務所中村プロダクションが13億円の負債を抱えて倒産してしまいました。その後、追い打ちをかけるように同年、歌舞伎公演の最中に倒れ、重症筋無力症で入院することになります。加えて強制的出術を受けています。よろずや金之助さんは個人事務所が倒産後、闘病で仕事ができなくなり、豪邸を売却してしまいました。ところが、やがては貯金も尽きしてしまったのだそうです。そして当時結婚されていた淡路恵子さんが根津の看病をしながら生活を支えられたといいます。翌年の1983年には、妻淡路恵子さんの看病の甲斐もあり、重症筋無力症から十分日常生活が送れるくらいに回復されました。しかし、そんな中、淡路恵子さんの苦労に追い打ちをかけるように、1986年には共演が多かった小錦さんとよろずや金之助さんが不倫関係となり、1987年、淡路恵子さんとよろずや金之助さんは離婚することになりました。実は、淡路恵子さんと小錦さんは友人同士だったといいます。しかし淡路恵子さんは、私は本人から聞いたことしか信じない。お友達ですもの。彼女は、と、泣き言一つこぼしませんでした。その後、よろずや金之助さんは1990年、小錦さんと再婚するのですが、結婚直後、今度は右目角膜剥離という難病を発病してしまいます。さらに同年7月には、三男の明宏さんがバイクでの帰宅途中、タクシーと正面衝突し、22歳の若さで帰らぬ人となりました。モノクロテレビ。この時、すでによろずや金之助さんは淡路恵子さんと離婚していたため、明宏さんとは長らく会っていませんでした。なぜかといえば、明宏さんは離婚によって淡路恵子さんに引き取られたからです。ということで、大好きなパパとの約3年半ぶりの再会がご遺体との面会になってしまいました。淡路恵子さんによると、よろずや金之助さんは僕が死にたいと愛息の死に打ちひしがれていたといいます。ちなみに、よろずや金之助さんには4人の息子さんがおり、長男は淡路恵子さんの連れ子の島悦雄さん、次男は一般人、三男と四男は淡路恵子さんとの間に誕生した実子で、それぞれ俳優としても活動していた明宏さんと哲文さんです。そしてそれから6年後の1996年には、よろずや金之助さんに咽頭がんが発覚します。その後、よろずや金之助さんは小錦さんの献身的な看病も虚しく、翌1997年3月10日、入院先の千葉県柏市の国立がんセンター東病院で肺炎のため64歳で他界されました。ちなみに、最初の奥様だった有馬稲子さんは次のように述べています。錦ちゃんは本当にいい人でした。台本を3つぐらい常に持って走り回っていました。働きすぎたんですよね。だから病気になっちゃったんですよ。
かわいそうに、との日常の生活について明かされていました。ところで、よろずや金之助さんの死後ではありますが、2010年には、四男が自殺されています。一時は、よろずや吉之助の芸名で活動していたものの、両親の離婚後、精神的に不安定になって、10代の頃からアルコールに溺れるようになっていたそうです。2004年には、更生のため、住み込みで働いていた京都のお寺から、酒代欲しさに仏具を盗み、窃盗罪で懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けています。さらに、同年、かつて母である淡路恵子さんと住んでいた自宅で金品を物色しているところを、帰宅した淡路恵子さんに見つかって通報され、1年の刑に服されました。モノクロテレビ、そして、出所後、自立の道を歩き始めていた矢先、自殺されたということです。一方、亡くなったよろずや金之助さんの最後はどのような毎日だったのでしょうか。1997年3月10日、午後2時41分、千葉県柏市の国立がんセンター東病院で息を引き取ったよろずや金之助さん。3日間ほど危篤状態が続き、妻で宝塚の男役トップスターだった小西木さんら親族が毎日枕元で励まし続けましたが、その願いは叶いませんでした。よろずや金之助さんが喉に不調を訴えたのは前年の春のことだったそうです。同センターで診察を受けると中咽頭がんと判明したといいます。1997年に放送予定だった NHK の大河ドラマ毛利元就の尼子恒久役も決まっていたのですが、降板を余儀なくされました。そして同年6月27日に入院し、7月18日には扁桃と舌の半分を切除する手術を受けています。この手術でよろずや金之助さんは声が出なくなり、普段の会話は筆談となったそうです。そんな中、もう一度舞台に立ちたいと懸命に舌を動かし、声を出すトレーニングに取り組んでいたといいます。経過も良好で、1997年2月21日には一時退院が許されるほどに回復しています。しかしその後、同月25日、突然、高熱に襲われ、診断を受けたところ肺炎だったそうです。長い闘病生活で抵抗力が落ちていたこともあり、結局、そのまま帰らぬ人となってしまいました。祖父は歌舞伎の名誉山、三代目中村時蔵さん、叔父は往年の映画スター、よろずや金之助さん。1972年9月14日、俳優として活躍している中村獅童さんは、そんなよろずや一門の家に生まれています。初代中村獅童は10代で歌舞伎役者を廃業して会社勤めをしていたので、中村獅童さんは普通のサラリーマンの家庭に育ちました。そのため、いわゆる離縁の御曹司ではありません。しかし、中村獅童さんは幼少期こんな光景を見たことがあるそうです。父親が舞台稽古をしていた時、弟のよろずや金之助さんがある大幹部の役者に頭ごなしに怒られていたそうです。すると、弟思いの父親がカッとなって、その時かけていたカツラをその大幹部に投げつけて、俺がやめてやる、と、そのまま家に帰ってしまったという光景を見たそうです。父の母親、つまり中村獅童さんの祖母は歌舞伎界ではゴッドマザーと言われるほど一目置かれていた存在でした。父親のいきなりの引退宣言によって、恐縮してその大幹部宅に謝りに行って、父親にも戻るように説得していたとのことです。しかし、父親は舞台に出演することを頑なに拒否して、歌舞伎の世界に二度と戻りませんでした。父親はその後、学業に専念して外資系の銀行に就職したのですが、東映の時代劇で活躍していた弟たちのために東映に転職し、しばらくして小川企画を立ち上げてプロデューサーとして弟たちを支えたといいます。当時の離縁では歌舞伎役者が映画に出演し、歌舞伎と映画の両方で活躍することが許されない時代でした。映画界に進みたいというよろずや金之助さんの言葉を聞いて、父親の三代目中村時蔵さんは、お前が決心したのなら反対はしない、しかし失敗したからといって再び歌舞伎の世界に戻れると思うな、と言ったそうです。
中村獅童さんの幼い頃に可愛がってくれた萬屋錦之介さんとは同じ舞台に何度か立ったことがあると言います。中村獅童さんが一心助けに出演した時は16、17歳でほとんど歌舞伎の舞台には出ていない頃でした。その後歌舞伎に復帰した19歳の時には長崎繁華町で一月半地方を巡業したそうです。その時は一緒に過ごす時間も長く、中村獅童さんも少し大人になっていたので初めていろいろと芝居について話もできたのだと言います。食事の席で萬屋錦之介さんから聞いた顔で芝居をするな、心で演じなさいという教えは今も座右の銘にしていると述べていました。モノクロテレビ、いかがだったでしょうか。今回は萬屋錦之介さんの活躍を改めて振り返ってきました。たびたび病に侵され晩年は思うように役者業に戻ることができなかった萬屋錦之介さん、幼い頃教えを請うてきた中村獅童さんは悪い人間を顔の表情だけで表そうとしてもちっとも悪いやつに見えないので、もっと内側から心で演じないといけないという萬屋錦之介さんの言葉に感銘を受けたといいます。残念ながら映像で一緒に出る機会はなかったのが心残りだと語っていました。今回は萬屋錦之介さんの波乱万丈の人生を詳しく振り返ってきました。視聴者の皆さんは萬屋錦之介さんのどのようなところに共感を覚えたでしょうか。また萬屋錦之介さんの生き方から自分の人生に生かせることはあるでしょうか。ぜひコメント欄で感想をお聞かせください。この動画が面白かったと思われた方は高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。それではありがとうございました。